新潟県立長岡商業高等学校は新潟県長岡市にある県立商業高等学校である。略称は長賞。専門高校活性化長岡 CAT プロジェクトの運営校の一つである。交渉本校の起源は1910年に長岡市玉蔵院町に開校した長岡市立商業学校開校に遡る。開校にあたっては1910年2月の 長岡市議会において、長岡市が、環境の更新に適応し勢力の発展を期せんには、基礎を商業教育におかざるべからざることを検討し、全員賛成の意見を持って設立が認可された。開校当初の設置学科は、余科2年と、本科3年の5年生。校舎は、長岡市立高等小学校内に設置されていた。1921年に5年生のみの設置となり、 1923年には校舎を長岡市芸中島町に移転した。1928年に県立に移管され学生改革を経て現在の名称になった。1948年に水道町に移転し、1967年には校舎内に夜間定時制、単位制の県立長岡西高校が開校した。開校当初は魚上町にあったが、 水道庁への移転を経て1979年に現在地に移転した。水道庁の校舎は長岡西高校の校舎に転用されている。2008年以降は長岡市内の県立三校と提携して模擬株式会社長岡 CAT プロジェクトを運営している。夏の甲子園への出場も複数回果たしており、2015年以降の近年も多くの運動部が 例年インターハイ出場を文化部では全国大会への出場を複数回果たしている。本校では商業系の資格取得に向けた授業カリキュラムが複数の教科で編成されている。1時間あたりの授業時間は専門高校としては長めの52分間となっており、検定試験に向けた授業内の模擬試験実施に配慮されている。また、 自転車通学をしている生徒への配慮として、長学かつは8時55分からとなっており、市内の高等学校の中では遅い部類に入る。常設の購買や食堂はないが、パン販売の購買が昼休みに限り営業している。本校には商業をあらゆる分野から学ぶ総合ビジネス科と、情報処理を中心に学ぶ情報ビジネス科の2科が設置されている。通学手段としては、 電車、自転車や徒歩の他に、越後交通が運行する路線バスがある。長岡と千代間の路線バスは、特急、快速を含め本校前の長岡商業高校前はス定にすべて停車するため、遠方から通学する生徒の交通手段となっている。また、独立したスクールバスの設置がないため、独自にノンストップの直通バスも運行されており、長岡駅、 東口バス乗り場と本校を約10分で結ぶ。運賃は片道220円。平日と入学選抜試験実施日のみ運行。なお、先日のバスに関しては、学校の変則的な授業時間の変動がある際には、下校する生徒の利便性向上のため、越後交通は臨時バスの運行による配慮も行っている。これらの他にも、遠方の川西地区を起点とし、 本校前を終点とする路線バスも通学時間帯の朝に限り運行されている。ありがとうございます。